ありがとうございます。ＩＭＡＬＵ さん、まだお若いのでなかなかご自身のことは想像がつかないかと思うんですけれども、はい、今こう漠然と考えられているこんな最後を迎えられたらいいなっていうのはありますか？そうですね、でもやっぱり、映画の中にも出てくる病気で苦しむっていうのは嫌ですよね。やっぱ一番健康で体でいたいなっていうのは一番もちろんそうなんですけど、やっぱり幸せな瞬間にこう最後を迎えるとかはちょっと憧れますね。もう本当ものすごいもう友達と大爆笑してその瞬間にクッと死んじゃうとかね、なんかわかんないですけど、わかるな、わかりますか、なんかこうなんとなくこう亡くなるっていうよりも本当にこれ幸せ、こんな楽しいことないって思いながら死ねるっていうのはちょっとなんかいいななんて想像はしたことあるんですけど、はい、俺もねやっぱり自分の死ぬ時に、はい、やっぱり人に笑ってもらいたいの。泣くんじゃなくて、はい、笑って送ってもらいたい。だから死ぬ時にね、なんかネタを考えて、はい、でこんなことしたら笑ってくれるのかなっていうネタを考えてから死にます。それが就活なんですね。お父さんのやっぱりいつまでも笑ってもらいたいですね。僕はまだネタはできてないんですか？まだできてない。これからですね。これから考えますね。でもやっぱり皆さん少ない人数よりもこう大勢に囲まれてっていう形なんですね。そうですね。IMALUさんも誰とっていうのはありますか？いやー、そうですね。でもその頃には、家族ももう亡くなってると思うので、やっぱお友達とかね、大体私いつも中学校とか学生時代のお友達とよく遊んでるので、そういう昔からの友達と一緒になんかこう過ごせたら一番幸せだなと思いますね。やっぱり笑って亡くなるっていうのはね、こう意思がちゃんとしっかりしてるうちに亡くなるからこそっていうのはこの映画でも伝えられていることですね。ご家族とは皆さんお二人ともこの最後についてお話しされたりはしますか？僕はしますね。ああ、そうですか。もう年が年なんで、はい、でかみさんがね45歳年下なんですよ。はい、ですからやっぱり俺が死んだ後はいい人がいたら再婚してくれって頼んでるんですよ。それは言うときはちょっとこう苦しい気持ちにはなりませんか？なりますよね。そうですよね。でまだそんな言葉は聞きたくないって言われるんだけども、でも考えてみたらもうせいで頑張って生きても10年だと思うんですよね。その間にやっぱりいろんなことを考えなきゃいけないなって、もう最近特にそう思いますね。あ、奥様はそのことに関しては聞きたくないっていう言葉以外には何かおっしゃることありますか？でももう常に言ってるんで。やっぱりなんかもう腹が決まったのか、分かったって言ってくれますね。IMALUさんはご家族でご両親ね、もちろん健在でお仕事バリバリされてますけれども、うちはでも両親に関してはまだまだしぶとくいきそうなので全然話す機会はないですけど、うち実は祖母が93歳の祖母がいまして、で生まれた時からずっと一緒に過ごしてるんですけど、暮らしていて、で祖母も認知症も実はあって、でそういう意味ではすごく元気で健康でよくもご飯も食べるし、足腰も丈夫で、なんですけれども、やっぱいろいろこう考えはしますね。今いろんな親戚とか、あとヘルパーの方とかにやっぱいろんな方のこうお手伝いで祖母が今こう元気に過ごしてるので、元気でもやっぱちょっとこの中にも主人公のユヘスケルのね、奥様が認知症でっていう話もありますけど、そういう意味ではこの映画を見て祖母のことは最初に思い出しましたね。でも自分のことじゃないもんね。そうですね。俺は自分のこととしてやっぱり見ちゃうね。そのがんになったりとか、それからやっぱり認知症になったらどうしようかとか、それはもうね。で亀さんに言ってるのは、俺が認知症で出かけたらそのまま魚探さないでくれって言ってるんだけど、それはなかなかできないことだと思うんですけど、探しちゃいますよ。でもほっといてほしいできればすごい猫みたいですね。最後は外でっていう。最後それでもうね、なんかどっかでのたれ死んでるっていう。それ悲しいじゃないですか。悲しいかな。ね、まあそこで本当は行ったところでなんかこう笑わしてね、人を笑わして死んでりゃいいと思うんだけども。すぐ見つかりますよ。そしたら。そうだよね。そうですね。外に多分出られた時点で加藤さんは目立つと思うので。そうかな。はい。なかなか一人でひっそりとわけにはいかないと思うんですけどね。はい。ありがとうございます。最近ですと川島直美さんが亡くなられて、でもご自身で治療は経って最後まで舞台を踏んで亡くなるということを選ばれましたけれども、加藤さんはご自身はこの最後の、どうしようかなというのはちょっと考えていらっしゃいますか？お仕事のことなどで考えてますね。やっぱり一番考えるのはかみさんのことですよね。かみさんのこととやっぱり仕事のこととで、あとどういうふうに受けて死んでいくかってこと、これをもうすごく考えてます。本当に最近だと後海さんもね、数日前までお仕事されてそこで亡くなったってこともありましたが、やっぱり突然行ってる人が多いですよね。そうですよね。本当に川島さんのように選ばれた方もいらっしゃると思うんですが、突然っていうのもあると思うんですけれども、やっぱり最後まで仕事を全うしてっていうのを考えていらっしゃるんですね。それはもうね、仕事をやって死ねたらもうね、こんないいことはないですよね。まだ遠い先の話ですが、今るさんはいかがですか？そうですね。でも多分このお仕事をされてる方たちってきっと仕事してる時が一番輝いてるのかななんて思うので、仕事をギリギリまでねしてたいですよね。はい。もしもご両親だったり身近な家族がそれでも仕事を選ぶって言ったら、家族としてはいかがでしょうか？僕は頑張りなさいって言いますね。やっぱりそうですよね。今るさんいかがですか？私も止めないです。それは。はい。最後までマッとして仕事に生きて終わるっていうのね。そっちの方が元気になるんじゃないかなって。本当にそうですよね。